はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B のいろいろな数列の和丸三をお送りします。で、このタイトルはここで終了で、またね、2問問題演習をやっていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、いきましょう。で、ここはね、丸1、丸2、丸3、全部このシリーズ、タイトル同じ、タイトルじゃねえや。ここのね、問題は同じです。初項から、N 項までの和を求めようと。で、一番最初は、まあ、ほにゃららかけるほにゃららで、等差と等比のコンビだったと。まあ、SN 使ってずらすやつだね。で、前回は、まあ、なんとかかけるなんとか分の1っていうのをやって、まあ、ちょっと特殊な変形をして解いていく感じだった。で、今回は、ルートが出てくる、まあ、一個の目印にもなるし、あとは、なんとか出すなんとか分のになってると。まあ、ルートが出てくるのが一番の目印になりますけど、まあ、このタイプの問題やっていきます。で、前回とやり方が似てます。まず、第K項目を出していきたい。だから、まあ、同じようにね、K を使って、表していくと、まあ、掛け算ではないんですけど、左の数字、右の数字を分けて考えます。で、1、両方とも使ってるけど、まあ、これルート1だと思ってください。ルート1と1同じだからね。で、左の数字を確認すると、1、2、3、4ってなってると。まあ、1はないけどね。1、2、3ってなってるから、まあ、ここに関してはね、1、2、3だから、まあ、そのまま K でいいね。もうね、ルート K となります。いでででで、段ボール踏んだ。で、右の数字が2、3、4になってる。で、これは初項2で1ずつ増えると。で、1ずつ増えるから、K になります。で、初項2に合わせたいんで、1を足してあげれば、1を入れれば2、2を入れれば3ってなるからね。つまり、ルート K プラス、ルート K プラス1、分の1と、こうなります、傾向目は。で、前回は掛け算だったので、まあ、ほにゃららかけるほにゃらっていう、このパーツを、ほにゃらら分の1、マイナスほにゃらら分の1みたいな。で、そうやって無理やり変形をしたんだよね。で、これどうするかっていうと、これ有理化します。有理化を。で、まあ、今までやってきた有理化と同じです、やり方に関してはね。なので、まずここ、ちょっとね、長くなりますけど、ルート K、プラス、まあ、こうなってる。で、有理化っていうのは、これの、ここの符号を変えたものをかければいいから、ルートの中身変えないでね。で、こうなる。で、分子にもね、同じものをかけなきゃいけないので、まあ、1に、これをかけるから、こうなるんだよね。で、あとは左辺じゃねえやん、これ。分母をきっちりちゃんと展開する。で、この有理化に関しては、左が、まあ、あれだね、昔やった公式を使ってて、これと同じ状態。左と右のパーツが同じ。ね、パーツが、ルート K、ルート K プラス1で同じで、中の符号が違う状態だから、これと一緒だよね。で、これの公式っていうのは、左側のパーツの2乗、マイナス、右のパーツの2乗になるので、左のパーツの2乗、つまりルート K の2乗です。で、ルートはね、2乗がつくと、ルートが外れるので、K が出てくる。で、引くことの、右のパーツ、ルート K プラス1の2乗なんで、これもルートが外れる。だから、K プラス1にこうなる。なので、計算すると、マイナス1になるんだよね。分母が。ちゃんとルートが消えてくれると。つまり、ここがマイナス1になるので、まあ、これにマイナス1かけると同じ状態だから、これ、マイナス配ると、後ろがね、プラスになって、前がマイナスになるから、まあ順番変わる状態だよね。こんな状態だったのに、有理化するとこんなシンプルになると。で、ちょ、消しとくね。傾向目がこうやってシンプルに分かったから、あとは前回と同じです。もう SN は1から、N まで足していこうぜってやつ。で、やっていくと、
まあ、なんとか分のってないので、普通に1から。中括弧、まず1入れます。ルート2、マイナスルート1なんで、1だと。で、これもね、2個2個書くといいと思います。前回と同じでね。で、2を入れると、ルート3、マイナスルート2。で、プラス、点点点。プラス、ちょっとね、俺後ろから書きたい人なんで。で、まず N を入れると、ルート N プラス1、マイナスルート N。N 番目だから、まだからね。N が最後になると。で、N の1個前は N マイナス1番目なんで、N マイナス1入れると、ルート N。N マイナス1とこうなります。で、消えるところを探していくと、ここ、ルート2とマイナスルート2が消えます。で、もし、これ結局ね、ルート3消えるんだよ、ちゃんと。こっちに出てくるから。不安だったら、もう一個書いてみたらいい。まあ、今書いてみようか。ここね、3の時入れてみると、ここだから、ルート4マイナスルート3が出てくるんで、ちゃんとこうやって消えるんだよね。で、そういう風に消えていくって分かったら、絶対消えるから、ここも。で、後ろも確認すると、これ、こことここが消えるのね、ルートの N が。で、今書かないですけど、これもちゃんと消えます。だから前回と違くて、ちょっと場所が違うの、残るところが。ここちょっとミスをしてほしくないところではあるけど、残るのは、マイナス1と、このルート N プラス1しか残らないと。だから、あとはもう何分の1とかも、前に出てきてないので、結局残ったのは、こっち先書こうか。ルート N プラス1、長すぎた。で、マイナス1と。これで終了となります。やり方すごく似てるよね、前回とね。ただやることが有理化になったよっていうだけでさ。では、右側をね、同じようにやっていきましょう。ちょっとこっちの方がね、めんどくさいね。で、大傾向は、またね、左と右分けて考えていくと、もうこれルート1って考えれば、1、3、5ってなってるんで、2ずつ増えてる。で、2ずつ増えてるから、2K。で、初項を1に合わせたいので、ここ、マイナス1にしておけば、K に1入れたら1になるからね、よっしゃ、一致したっていうことで、これで OK になります。あ、ちょっと待って、また焦点戻さなきゃね。よいしょ。で、同じように、あ、ルート付け忘れてるわ。右の数字もね、やっていくと、3、5、7ってなってます。で、これも2ずつ増えてるので、足す、2K。で、初項を3に合わせるには、1を足せばいいと。今ね。で、これ分の1と、こうなります。K で表すとね。で、同じようにこうやって有理化をしていく。こっちはちょっと長くなるな。待ってね。マイナス1プラス 2K プラス1、括弧。で、さっきも言ったようにパーツは変えない。有理化はね。けど、ここの符号だけ変えるのが有理化なので、こうなると。で、分子にも同じものをかけなきゃいけないんで、これをかける。プラスじゃない。マイナスだね。2K。で、こうなります。で、分母の方やっていくと、まあ、左のパーツの2乗なので、2K マイナス1。まあ、ルート外れるだけだからね。引くことの右のルート外したやつだから、こうなります。そうすると結局マイナス2になるんだよね。マイナス2。で、分母がマイナス2だから、つまりマイナス2分の1です。なので、まあ中身変えてもいいんですけど、じゃあマイナス2分の1が出てくると。で、上の部分がまあそのまま降りてくれば、よいしょ。こういう感じになりますね。で、あとはさっきと同じです。和 SN1 個ずつ入れてって確認していくと。だから和 SN イコール、まあ今回ね、
前にくっついてるんで、これを先に書いておいて、中括弧、まず1入れると、1引くルート3、プラス2を入れると、ルート3、マイナスルート5、足す、点点点。さあ、右側が、結構あれか。なので、足す、まあ、2個分書きましょうかね。で、まず n から入れると 2n-1 マイナス 2n プラス1と。で、n-1 を入れればいいので 2n-3 引くルート 2n-1 とこうなります。まあ、全部書き出したやつだね。で、消えるところを確認すると、まあ、これマイナス前に出したのもあるけど、こうやって綺麗に消えるね。ここ消えると。だから、書いてないけど消えます、こうやって。で、後ろも確認すると、消える。ないけど、消えるからちゃんと。つまり残るのが、1、マイナス、ルート 2n、プラス1が残ります。なので、まあ、これ、最後まとめるときにマイナス中に入れた方が、まあ、綺麗だと思うので、答え。2分の1。で、マイナスを中に入れるんで、こっちがプラスになって、こっちがマイナスになる。から、ルート 2n プラス1、マイナス1と。入ってるかな？あー、ちょっと線がね、俺の線が曲がったからか。ちょっと待って。気持ち的に残したい、そこまで。よいしょ、残ったかな？あ、ギリギリ。さあ、まあ、こんな感じになります。では、さっきも言ったように、ちょっと不安であれば、まあ、これあれか、入れてみても、そうだね、まあ、これを有利化しないと直らないので、ちょっとね、確認がまあ、一応してみるか、一応ね。1入れるとですね、これ、2分の、ルート3マイナス1になります。で、1を入れたとき、つまり和なので、ここと一致すると、まあね、案外、確認しやすいと。で、これ、全然違うじゃんって感じもするんですが、これもちょっと有利化するとね、順番変えて、ルート3プラス1だと思ってください。で、有利化したいので、ルート3マイナス1をかけます。上と下に。で、下は左のパーツの2乗、引くことの右のパーツの2乗だから2になる。2分のルート3マイナス1でちゃんと一致してるから。だから、まあ、ひとまず大丈夫だろうと。いう感じだ。これね、ちょっと安心するね。こう、合ってると。まあ、こんな感じで、ぜひね、まあ、時間が余れば確認の方もしてみてください。では、今回は、高校数学、数 B のいろいろな数列の和、丸3をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回から群数列やります。まあ、いろいろな数列の和に入っているところではあるんですが、まあ、ひとまず群数列って有名な名前がついているので、それについてやっていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。